ハロー、たけきです。今回は動画で行ったことのない店でいっぱい食べたい、いっぱい食べたいでーす。やっぱりさ、行ったことない店ってさ、あんまりこう商品すら分かれへんから、なんか説明のしようがないよな。だからもうとりあえずいっぱい食べて、どういう商品があるのか、その店果たして美味しいのかどうか行ったことなかったけど、まあ、そういう見極めみたいなものですね。ということで本日やっていきたいのが、デニーズで1万円食べきるまで帰り合わせやっていきましょう。デニーズ行ったことない。同じく。同じく。うん、あるよな。普通に大阪にもあるやんな。あるある、見るな。見かけるよな。あ、一回だけ入ったかもしれない。昔ハワイ行った時。逆に。日本で逆に。そう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 。でも味覚えてないな。ハワイのデニーズって絶対違うよ。絶対商品違うかも。絶対違うな。ファミレスでいいな。なんでそんな海軍大将みたいな着方してるの。え、すぐ通してない。海軍大将みたいな。投げちゃった。ちょっと恥ずかしいから。それぐらい通しなさい。先生。そう、だからそのデニーズでちょっとまあ今回は1万円食べきる前に帰れません。ちょっと頑張ってたくさん食べていきたいと思います。さあ早速行ってみましょう。たけ焼きショー。さあデニーズに着きました。え、動画で初めてやんな、多分。何回も。おそらく初めてやる。おそらくです。もしやっていたらたけ焼き記憶障害説ということで。はい、改めまして着きました。静岡さんマスクメロン。何のメニューあるか全く分からへんねんけど、でもとりあえずファミレスやからハンバーグとかあっていいっていうことなんかな。もうハンバーグ、ピザ、唐揚げとかがあるってことなんか。そういうことか。行くぞ、さっさと行くぞ。え、セブン&アイホールディングスなんや。え、なんか関係あんの。いや知らん、分からんけど。言いたかっただけ。さあ店に着きました。選んでいきますか。はい。あ、でもほんまにあれやな、普通のファミレスって感じ。じゃあ今回いつも、あ、びっくりした。え、外であのすごいお姉さん座りしてる男の子が真っ白な男かな。なんか今彼に向けて撮ってる気分やわ。今回その毎回やってるやん、この1万円の時にトップ10言ったら、その帰れませんみたいな感じ。帰れませんや、帰れま10や、10やったらえげつないことだけど、帰れま10な。10のメニューも当てつつ注文したくて、だからそれちょっとね調べてほしいと。わかりました。で今回帰れま10の上位3つを、まあ言ったらその1万円企画しながら当てたい。ほんじゃあ、まあそのデニーズのじゃあ10位から4位を、まあ、もう今発表しちゃうから、うん、まあ、それを参考に1位から最後当ててくれる。 OK。 10位、はい、タラマヨポテトフライ。ほう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 。まあポテト、唐揚げ、ベターやな。はい。で9位がキャラメルハニーパンケーキ。ああ、デザート系もあるのか。8位、焼きチーズハンバーグカレードリア。7位、マンゴーミニパルフェ。6位、春野菜とアサリのスパゲッティ、うん、で5位、チキングリル生姜醤油ソース。4位、とろーり卵とチーズのオムライス。ほう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 。なるほど。まあ、ちゃんと一品系もあり、デザートもあり、で普通のなんかこうそういうガッツリ系もあるって感じだな。そうや、バラついてんな。まあでも散々今までトップ10当ててきてるから、はい、分かると思うけどな。ちなみにそれいつの帰れまってんの。2010年。古いな。12年前や。12年前。人の好みも変わっとる。確かにな。さあ商品が届きました。こちらミートスパゲッティとチーズドリア。まあこれはあれよ、ブランドメニューのここのトップにあったから、アメ色玉ねぎソースのハンバーグ。しかもさ、見て、もうズルしちゃったわ。スタッフのおすすめって書いとる。ごめんな。あと表紙にあったサラダね、これを食べました。じゃあ、トップ1、2、3か。はい、入ってるかどうか。入ってるかどうかってこれ多分1、2、3と思うんで。なるほど、なるほど。はい、食べていきたいと思います。じゃあお願いします。わかりました。ではそのミートスパゲッティ、はい、1位から3位に入っておりません。そうだ。あんや、考え方があいんですわ。一つヒント出すなら、うん、スパゲッティ系は入っておりません、うん、そうなんや。じゃあ次、この飴色玉ねぎハンバーグ、トップにあったやつね。はい、こちら1位から3位の間に、うん、入っておりません。はぁ、すごマジマジ。え、絶対入ってると思った。そっか、ってことはトップ10にも入ってないってことなんですか。そういうこと。ほんでその最後のそのサラダ、はい、こちら2位に入ってます。おお。ちょっとそのさっき言ったみたいに2010年のやつだから、うん、ちょっと名前は変わってんねんけど、うん、まあもうこれで合っております。超具沢山のサラダやもんな。なんか2種類ドレッシングもらいました。
レモンドレッシングとコブサラダドレッシング。だデニーズでさ、さっきハワイ行った時に見つけたって言ってたやんか。調べたらさ、アメリカが発祥やねんって。1953年カリフォルニア州でできたらしいよ。あ、そうなんや。うん、もともと最初の名前はデニーズじゃなくてダニーズやって言って。あ、そうなんだ。うん、これはダニーも知らんかったやろ。誰がダニーや。反応遅。これはダニーも知らんかったやろ。誰がダニーや。しかもドーナツ屋って言ってたでしょ。アメリカのご飯が食べれるお店として言われてるねんって。アメリカン料理が楽しめるって感じか。なるほど、いいですね。そんな私、追加で注文しました。こちら、マグロ丼とうどん、このセット。絶対にアメリカでは出てこない。これは多分あれやんな、日本メニューというか。まあまあ、せやで。だって、動画で何回か言ってるけどさ、照り焼きバーガーあるやん。うん。あれも海外にないって言われてるからね。あれは海外やったらサムライバーガーって言われてる。日本発祥やから。チーズハンバーグいただきます。ちょっとだけ顔色悪いな。気持ちね、気持ち少しだけ。なんか小学生の時にプール見学してた子みたいな。まあ味が美味しいわ。あんまり。うん。かさ、最近コメントで何だったかな、茨城県を茨城県っていうのやめた方がいいみたいな。ああ、言い間違い。うん。なんでちょっと怒ってるの。何か？指摘セクみたいな。どうや。そこは別にええよ。あ、そうなんや。まあ、たこ焼きって間違われてるみたいなもんやん。誰がたこ焼きや、たけ焼きって言うちゃんと。K や。本名が竹谷なんや。本名竹谷翔って言います。よろしくお願いします。でもさ、こういう言い間違いの時ってさ、結構自分も確認してない時もあるし、周りに聞いて言う時あるよな。この茨城の県に関して多分兄が。いや、そうです。そうそうそう。どっちやったっけ、キーやったっけ、ギーやったっけって。兄が堂々と、ギーやで。そうそうそう。言ったら一つ言えることは、二人とも学がない。それこそさ、同じ兄弟でも似てる部分もあれば似てない部分も多くて、早くに自分のスケジュール、土曜日、4月の30日の土曜日にビッグキャットでライブして、で、次東京行って、で、今回狙ってないのにコラボすごい続いたりとかして、しかもすごい目上の方とかっていうのもあれば、もうネットサイン会やらさ、目まぐるしいわけやんか。めっちゃ好きやけどめっちゃ苦手なの。苦手やな。そんな辺全然兄弟で違うよな。確かに。絶対に人前に出たくないって人やもんな。そうそう。これも今こうやって2人で撮影してるのもカメラ越しやからいけてるみたいな。横におったから視聴者がってこと。ああ、そうそう、あの冒頭のあの人とかおったから。ちょっとだからあれ声小さめやった。逆にさ、そう、なんか緊張することない。本当？あ、でもこれさっきどっち出てるか分からへんけど、コラボとかするときに基本的に最近も下の子たちと撮ることが多いねんけど、次もう本当に超先輩の方と撮るは、うわ、ちょっと緊張するかもと思う。ああ、それ年上やから。いや、すごいやっぱ見てたとか。ああ、なるほど。そういうのあるんちゃうかな。え、でも多分あったらあったで別にすごい楽しいやろうし、いざ喋り出したら緊張せへんと思うけど、なんかうわーって久しぶりに思った。ああ、うん、いただきます。うわ、一旦第1次終わりです。さあ、第2次にやってきました。オムライスとステーキで唐揚げ、めっちゃうまそうじゃない。このステーキ結構高かったんだ。多分ね、このデニーズで一番高かったと思う。で、これちょっと入ってるかいいですか。え、しょうさん、そのオムライス4円で入ってるよ、はい、あ、知ってんだよ。あ、そうなの。うん、なんだろう。もう普通に食いたかった。あの、知ってるこの企画。何1万円企画やから。確かにね、食べきるっていうのがあれやからね。じゃあちょっとこれ、じゃあ3つか2つか、はい、入ってるかどうかお願いします。こちらのステーキと唐揚げ、はい、入っておりません。マジ、はい、唐揚げ絶対入ってると思った。ショック。トップ3で回ってるの難しいな。確かにそうやな。協力していきましょう。もうお腹いっぱいなんで。この唐揚げめっちゃうまそうやってんな。うん、うまいな。今日このまま東京やね。この後ハード終電でいいかな。ハード、それまでにだから間に合わせるって感じやね。
いやでも当てれんかったら帰らさんよ。きちくすぎるやろ。しかも別に当てへんまでじゃなくない？え1万円じゃない？そうやけど気持ち悪いやん。いやん今教えてもらってもいいの？なんならググってもいい。言うたらさ、うん、今こうやって店員さんが働いてるやんか、うん、店員さん同士でしか分からへん隠語っていうのが存在するのよ。不倫？え不倫？不倫じゃない。店員さん同士でしかなんか今夜〇〇ねみたいななんかそういうの分かったよ夜なんでみたいなないの？ あれなんか王将とかでもあるやつ。ああそう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 。お手洗い行くときはお手洗い行くじゃなくてなんかもらいますみたいな。ああそう言うやん。9番入りますみたいな。なんかそう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 。ちょっと問題形式出すからさ何か当ててみてやん。リングって言い方合ってんのかな。では出しますね。はい。ノーゲス。ノーゲス。ノーゲス。これ自分なんでスプーンとスプーンやね。視力検査ちゃうねん。ノーゲス。はいはい分かった。はいゲス。あゲス野郎ってあるやん。遊戯もインセクターがね、ブチ切れてたやろ。このゲス野郎って。あの多分ゲスやと思うんで。ノーは家やん。ノーゲスは今、このお店には変なお客様いません。なるほどね。そう、ゲスお客様いませんっていう。すごい状態がいいことを、今のはゲスでーすみたいな。ノーゲス野郎みたいな。そう、ノーゲスでーすって。違います。これノーゲス。ノーゲストの略。はあはあ、ゲストっていうのはまあお客さんのことで、はあ、店内に客が一人もいない状態のことをノーゲスっていう。あ、そうなんや。じゃあ次行くよ。ミッキー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 僕のことかい？それミッキーさんや。そうちゃんとさん付けしろよ。呼び捨てで呼ぶんじゃねえぞ。お前ら気軽にな世界のマスコットキャラクターかなんか思ってるかもしんねえけどさん付けしろ。うやまい敬語使え。公式やもん。間違いなく非公式やでんな。ただなんか面白いのがさ、これ喋った時にすごい本物聞けたってたまに言われる時あってさ、本物とはみたいな。何やろ。あ、ちょっとかっこいい YouTuber 来ましたよ。ちょっとかっこいい YouTuber 来店しました。使うことないやん、それは。ミッキーっておるからさ、かっこいい YouTuber 来ましたよ、来店されましたみたいな。違う？違います。何？これミッキーってネズミのことやった。うん、もうそのまま店内に出現するネズミ。ぶっ飛ばすぞお前。誰がネズミや。あー増えてきた。俺サラダも行ってくるよ。カラーにもいいよ。あ、そう。うん。さあ続いてきましたこちらどうですか。はい、アボカドハンバーグですけどこちら何1位です。上に乗ってるアボカドがもう抹茶アイスにしか見えへん。え、そうなんや。コンボメニューみたいな感じなのかなこれ。いただきます。うん、ナッツがやっぱ常に入ってんねんな。え、これが1位。いや、うまいけど、なんやろ、好き嫌いが生まれそうな味。ちょっと癖あるわ。なんかエスニックというか。ちょっと兄も半分食ってみて。変わった味やけどね。これが1位なんや。めっちゃ意外って感じ。言うたら、これの商品名が、うん、ガドガドアボカドハンバーグという名前やか、うんうん、そのなんか、ガドガドっていうのは、ごちゃ混ぜっていうなんか意味を持ってらしいね。インドネシアっていう。あ、インドネシアか。うん。いろんな国出てきたな。で、なんかまあその温野菜に甘辛いピーナッツソースをかけてるのが、なかなかこう、うまくて人気がある商品。甘辛いピーナッツ、確かにね。美味しいけど、なんか、癖になりそうなみたいな感じ。え、どうなんやろ。自分普通のハンバーグの好きだけどな。うん、でも自分はアボカドめちゃくちゃ好きだから、めちゃくちゃ好きだ。うん、うん、あー、いつの間にか夜になってんねんけど。新幹線9時15分やばいよ。こっから帰って夜もせなあかんから。まあ、まあ、頑張ってください、ね、で、今回ヒントをいただいて、はい、2位ハンバーグやと。そうです、ハンバーグ系やと、はい、もうそんなハンバーグ大人気やっていうので数種類の中から選びました。これっていうのを選びました。はい、こちら和風ハンバーグでございます。これ来たやろ。これ多分自信あるわ。発表します。はい、こちらの和風ハンバーグ第2位。おめでとうございます。ありがとう。これあと食べるだけやな。あともうちょっとやもんな。ということで同時にデザートを食べました。ということは伝票を見ると1万50円。達成、これを食べきったら達成だ。
いただきましょうか。でも面白いなって思ったのがさ、さっきのアボカドのハンバーグだったやんか、あれ一緒に箸がついてたんよ、こうやって。ってことはさ、箸で食えってことやろな、アボカドのハンバーグは。それはちょっと珍しいなと思った。なんか見て、めっちゃ美味しそう。ネギ乗ってんだよ。言うたら、1977年登場し以来ずっと今まで愛され続けているモア風ハンバーグ。あ、そうなんや。ベタなやつなんや。ガーリックソースってことは。すいません、明日コラボやのに。またや。じゃあこちら最後パフェをいただきます。今限定のパフェやね。めちゃくちゃ甘い。どうしたん？シェントえ、ミント、ああ食べるんやこれ。なんか小さい頃から食ってたな。そう、うん、これ食った後めちゃくちゃキスするぜ。わかるよ。どうでしたか、初めて来たデニーズ。いろいろ食べてうまい。ファミレスはやっぱええわ、雰囲気落ち着くわ。まあ、それこそさ、今度ファミレスのぼっち飯とかありやけど。ああ確かに。いや、ぼっち飯でさ、ここ行ってほしい場所とかある？言うたらさ、一人でもう誰もおらん時にコソコソ行ってるわけやん。いつの間にそんなん行ってたんって感じやん。確かに確かに。一個、ショーいつもぼっち飯してる時にさ、うん、質問コーナーやってるやん。インスタから質問募集してみたいな。うんうんうん。今まで過去4回ぐらいそのインスタにこっちも質問してる。あ、そう？うん、採用されてないけど。マジの話？マジの話。どんな質問？何やったかな。一回アニアでわかるみたいな。やったかな。立ち悪。ニュース映像で後ろからピースしてるやつぐらい立ち悪いよ。うん。というわけで1万円達成しました。今回初めて来たデニーズ、本当にとても美味しゅうございました。皆さんもね、まあぜひ近くにあれば行ってみてください。また行ったことのないお店、ちょっとねこれからも挑戦していきたいと思うんで、まあここ行ってほしいとかあったらコメントほしいね。そうやね、はい、っていう感じの動画でございました。この動画がいいと思ったらコメント、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。200万人までもう少しです。本当にいつも皆さんの応援のおかげで頑張れております。それでまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあの